どうもロバスタジオのロバです。さあということで今回はこちら、はい、スマートリモコンですね。 Siri 電気つけてとか Alexa 電気つけてとか、あとは OK Google 電気つけてみたいな、まあ、CM で見たことある人いると思うんですけど、あれをやるためにはこういうデバイスが必要なんですね。やつら指示をするだけで実際に、まあ、そういうねエアコンとかテレビとかね電気をつける操作をするのはこういう機械なんですよ。ちなみにこちら USB で駆動するのですが AC アダプターは付属されてないそうなので、 AC アダプターは別途で用意する必要がありますと。で本体とここに USB ケーブルがあるだけ。本体もこんなに小さい、わかりますかね。何で比べればいいんだ。俺はタバコも吸わないからタバコと比べるととかって、カッターと比べる。じゃあ実際に取り付けていきますか。ちょうど部屋の天井の角、私はここにつけようかなと思います。 OK ですね。元換気扇があったコンセントでつないでおきます。点滅してますね。はい、設定の方はね、説明書の方を見て、手順に従ってやってください。当然ながらスマホがないと設定できません。あと Wi-Fi 環境も必要だよ。さあということで設定完了しました。はい、まず一番ねやりたかったね、照明のスイッチですね。まずこれが純正のリモコンですね。これがちゃんとね全灯として、まあ、効くと。そしてスマホだとちょっと小さいので、タブレットで、ね、タブレットで、はい、こちら全灯って押すと、はい、ちゃんと反応するということで、アレクサ電気つけてっていうことですね。まあ、ちょっとね時間かかりますけれども、まあ部屋に入ってきて真っ暗の状態ですぐね明かりがつくっていうのはね助かることですわ。はい、もちろん消すことも可能。アレクサ電気消して。ちょっと時間かかるけどね。まあ、これ電気って言ってますけど、もちろん照明とか、まあいろいろね自分の言い慣れた言葉で、赤外線でねできるものは何でもできるので、アレクサテレビ消してということですね。アレクサアンプつけて。アレクサレコーダーつけて。え？アレクサレコーダーつけて。はい、最後にエアコンでございます。運転開始いきます。はい、これでなると、まあリモコンについてるようななんか風向の調整とかね、そういうのはこういうボタンを追加ってあるので、こういうので追加すれば風向のね向きとかそういうののボタンの割り当てもできると。ただエアコンの場合はリモコンでみんな温度とか、冷房だの除湿だのそういう情報を1回に一気に送るので、ちょっとエアコンはね癖があるから気をつけた方がいい。はい、ということで、無事に取り付け完了、設定完了で動作も OK ということで、まあ、物理リモコンをねもしなくした時とかのね、便利な機能でございます。まあなくすような人がね買ってね取り付けるような感じじゃないと思うんですけどもね、どういう時にメリットがあるかって、やっぱり例えば部屋から入ってきてリモコンがねどこにあるか分かんない、ああいう、まあ、リモコンね。それからもう一つメリットとしては消し忘れね。あれ電気消したっけ、エアコン消したっけなんて時も
外からスマホで停止の命令を送れば消せるわけですよ。おすすめの人ね、そうだね、生き物がいるとか物忘れが激しいとかリモコンをなくしやすいとか、まあ、そういう人ですね。いや、いいですね。やっとバックトゥザフューチャー2のね、世界に近づいてきたんじゃないかなと思います。4年も経ってますけどね。いや、あとはあれだね、美しい風景チャンネルとかですかね。音声でね、チャンネルをいくつにしろとかっていうのはね、もう現実のものになってきてますね。ということで、今回はスマートリモコンのね、取り付け設定紹介とやってまいりました。気になる方は商品ページ Amazon で購入してますので、これ貼っておきますのでチェックしてください。ということで今回は以上です。